こんにちは、ちかです。今回は H&M ハウルということで、夏に向けて H&M でベーシックなアイテムを少し買い足したので、コーディネートと一緒に紹介してみます。まずはこちらのデニムを買いました。商品名がバイドウルドラハイデニム、お値段が3499円で、サイズが36を選びました。デニムが結構苦手で、スラックスばかり私は履いているんですが、白デニム久しぶりに履きたくなったのでゲットしてみました。パッチが白で、ステッチもベージュの結構すっきりとしたデザインで、柔らかめの生地なのでそこまでストレッチが効いているわけではないんですが、履き心地が良く、 1,2 回の着用でも結構馴染みました。厚みもそこまでないので夏も問題なく履けるかなと思っています。私は結構下半身が太めのタイプなので、ストレッチしたりとか、スクワットしたりとかして、動き回って結構伸ばしました。丈感もそんなに長すぎないデザインで、身長157センチで36サイズ、丈がぴったりだったので、フラットのサンダルとかも問題なく履けるかなという長さでした。 H&M のね、サイズ表が難易度が高いので割と賭けではあるんですが、今回はサイズぴったりでした。最近気温的にも体型カバー的な意味でも、このデプレのシャツ合わせをよくしています。オーバーサイズのシャツとワイドデニムの組み合わせは簡単にこなれた雰囲気になるのでおすすめです。長袖ということもあって露出面積が少ないので、インナーを軽めの三角ブラとかブラトップにすることでちょっと抜け感を作ることができます。私の足元の定番といえば、トングサンダルなんですけど、テック系のスニーカーであえて重くするのも最近気に入っています。レザーのバッグをプラスすることでゆるっとこうカジュアルな印象を引き締めてくれます。全体の色味はモノトーンでまとめつつ、顔周りのアクセサリーをゴールドで統一することで華やかな雰囲気をプラスしています。続いて購入した商品がこちらのクールマックスフィットトップス、お値段が999円、サイズが S サイズを選びました。スポーツのカテゴリーのところにいた T シャツなんですが、機能素材のサラッとした肌当たりと表面のツヤっとした質感が特徴のコンパクトな T シャツになっています。コンパクトでありながら、ボクシーなパターンなので締め付け感がなく、ヘルシーな印象で着用できる T シャツになっています。ちなみにこちらは黒も色違いで購入しました。黒の方が表面のツヤ感が伝わりやすいかもしれないですね。私は引き続きスポーツミックスのバランスの着こなしが好きなので、これはどちらも使えるでしょうということで2色ピックアップしました。それぞれコーディネートでも紹介してみます。こちらがご覧の通りペラッと薄手の素材で、下着のラインをものすごく拾うであろうと思い、インナーをこちらを合わせることにしました。こちらも一緒に購入したもので、マイクロファイバーパッドバンドゥープラ2枚セットになっていて、お値段が2499円です。森パッドなしのシンプルなデザインなので、フィット感のあるトップスとも好相性で、ラインが綺麗に出る優秀なブラになっています。バンドゥっていうのもいいですよね。なんかピタッとしてるトップスだと、肩のこうストラップのラインとかもちょっと気になったりするので、すっきり着れるかなと思ってこちらにしました。私は白とコンビになっているセットを選んでいて、色物のトップスは何色でもいいんですけど、白トップスはこうベージュでなじませた方がナチュラルに溶け込めるので、ベージュ一つあると重宝するかなと思います。まずは夏の制服ともいえる T シャツとスラックスの組み合わせです。身頃、袖ともに程よくフィットするので、ワイドシルエットのボトムスとも好相性です。ワークアウトを視野に入れた機能素材のトップスらしく、接触冷感のタイプなので、一日中快適に着用できます。潔い白の色味に対して、顔周りのアクセサリーをシルバーで統一することで、よりシャープな印象に仕上げています。袖がこうピチピチでないっていうところも一味に嬉しいポイントかなと思っています。身頃は結構しっかりフィットするので、ストレッチは効いているんですが、ちょっと食後のお腹に対しては緊張感はありますね。
首周りのデザインもキュッと詰まったコンパクトなデザインになっているので、ネックレスやピアスのバランスを問わず幅広いものと合わせられます。よりスポーツ度合い高めの着こなしにしたいときは、エナメルのバッグとスポーツフレームのサングラスをプラスして、黒の分量感を増やすことによってメリハリのあるバランスにしています。どちらかというとラフな雰囲気で着たいなっていうときは、小物の主張を抑えつつ白の分量を増やすことで、先ほどよりもほどけた印象にしてみました。T シャツのディテールがコンパクトであることと、表面のこう艶が程よく主張してくれるので、白の分量感を増やしてもこうなんかだらけた印象にならないというか、程よくこうスポーツミックスのバランスを保ちつつ、少しだけこうラフな印象を足せるっていうところもポイントかなと思います。シンプルなんですけど、やっぱりこう主張してくれるのでポイントになりますよね。でさらに、リラックスな雰囲気、リラックス度マックスで行きたいときは、全身白で潔く合わせるのも可愛いかなと思います。タイトなシルエットなので、このワイドのシルエットのリネンパンツっていうこなしも結構パジャマ感あるんですけど、成立させてくれるかなと思います。白でまとめつつレザーバッグを合わせることで、先ほども言ったんですがパジャマ感を軽減しています。続いて黒の T シャツのコーディネートも紹介していきます。雨の日も安心のオールインワン風スタイルです。どちらもツヤのあるアイテムを組み合わせて統一感を出しています。足元はレインブーツにすることで梅雨対応も完璧なコーディネートの完成です。接触冷感なので室内では結構凍えるということで、ニットを腰巻きしてさりげなく着こなしのポイントにしつつ、素材のコントラストをつけてあげるのも可愛いかなと思います。小物はなんとなく色を統一して、サングラスとブーツをブラウン系にしつつ、ロングネックレスのゴールドで抜け感を作ってみました。引きで見た時に全体の印象をマイルドに仕上げたい時は、やはりこちらのレザーバッグですね。これ A4 もすっぽり入る大きめのサイズで、実用性もあるんです。着こなしのアクセントにもなるんで、こうラインが出るスタイルに合わせることでメリハリが出るのもいいなと思っています。同じスタイルでも小物のチョイスで雰囲気が変わるので、ベーシックアイテムを軸に着回しをするのも楽しいですよね。でまた肌寒い季節がやってきたら絶対したいのは、ジャケットスタイルです。ツヤ感のある素材が程よく主張してくれるので、こういうウールコンのテーラードと合わせて、こうモードカジュアルな着こなしも楽しみたいなと思っています。